はい、場所、私のお気に入り場所、場所は自分のお部屋自分のお部屋、マイルームって書いとこう、うん、マイルームが好きです。あの皆さんは一人の時間、お、たくさんありがとうございます。一人の時間って必要なタイプですか？私はすっごい必要な人で、なんか人といるのはすっごい大好きなんですけど、一日に絶対30分あればもう大丈夫です。30分は一人の時間が、え、やっぱ必要な方多い、必要なタイプ、そうですよね、私も一緒です。もう本当に30分あったら大丈夫、一人の時間がでもなかったらもう爆発しちゃいます。もう一日に絶対30分あったらなんかすごい気楽に過ごせるけど、基本的に人といるのが好きですし、寂しがり屋でもあるのでずっと一人だったら寂しい。一人の寝てる時間は別です。あ、Cさんありがとうございます。お、ワイプさんもありがとうございます。嬉しい。寝てる時間は別です。その以外の時間で一人のリラックスする時間がないと無理です。お、Aちゃんありがとうございます。その時間は何をするでもなく、本読んでたりとか、その課題をやってるとか、そういう時間でもいいんです。ぼーっとしてても、とりあえず誰にも気を使わないで一人でいられる時間っていうのが30分あれば回復って感じです。食事中とかでも大丈夫。合宿とか無理？いや、いけます。あのそれこそ新メンバー挨拶回りでは、あの前泊後泊どっちもしてる時とかもあったので、丸一日は絶対、まあ2日、約その全部合わせたら丸2日間くらいこうメンバーとずっと一緒にいたりとかもしてたんですけど、一人の時間確かにその時はなかったんですけど、無理ではないです。ただやっぱ疲れがすごくなっちゃったりとか、あとお風呂、私長風呂だから、あのお風呂の時に一人になったりとか、寝る前とかは一人だったりとかしますです。だから本当に一人じゃない時間が4日間とか続いたらちょっと疲れちゃうかも。長風呂タイプ。大浴場もう行ってました、新メンバー挨拶回りの時は。やっぱり疲れが一番取れるから、湯船に長く浸かってたら。だからみんなで温泉入ったり、あのわざわざ温泉を探しに行って入りに行ったりとかもうしていました。メンバーと入ったり一人で入ったりしてましたよ。あの19期5人で大浴場に入りに行ったら、先輩方に会っちゃったりとかすごい先輩方がいらっしゃって、あ、入ってもいいですかみたいな感じにそうなったりするのもありました。楽しかったそう、19期は5人だから行動しやすいね。そうなんですよ。もうだからきっと先輩方とかは人数が多いから全員の移動したら大移動とかになっちゃうんですけど、
もう19期は5人でいつも一つで、どこ行くにも5人で行ってますね。はい、ではちょっと、お、心理テストがある。あなたは好きな人の家に遊びに行くのにお菓子をお土産に持っていくことにしました。何を持っていく？なんだろう。でもこれ結果は持ち主に聞いてねって書いてあるけど、私結果持ってないよ。選んでも結果わかんないよ。なんだろう。でも遊びに行くのにお菓子をお土産に持っていく、ドーナツかな。ドーナツ、結果わかんないけど。お、2位？え、2位？嬉しい、嬉しい、ありがとう、みんな嬉しい、嬉しいよ、ありがとう、みんな。皆さんのおかげ。よし、じゃあ引き続きドーナツ持っていきます。なんでかって言ったら、いろんなドーナツがあってみんなが楽しく選んでくれるかなって思うのと、ドーナツだったら食べやすいからです。ケーキとかだったら切り分けないといけないけど、ドーナツはポイって食べれるから好き。はい、じゃあ次質問。生まれ変わるなら、生まれ変わるなら、生まれ変わるなら、なんだろう、難しい。一応選択肢的にはモテモテの男の子と、私の中の選択肢的にはモテモテな男の子か、モテモテなワンちゃん。ワンちゃんになりたいか、あとはなんだろうな、あと鳥、鳥さんになりたい。空を飛んでみたいっていう願望があって、だから スカイダイビングとかすごいやってみたいんですけど、鳥さんになりたいです。鳩さんとかじゃなくって、鳩ポッポじゃなくって、なんかもっとトンビとか。あ、ケロリンさんありがとうございます。ケロリン、ケロリン、ちょ、また間違えた。ケロリンさん、トンビ、トンビって言おうとしたの。あ、キタロウさんありがとうございます。トンビとか、トンビさんってあの羽をこうバサバサさせずにさーって飛ぶじゃないですか。それがすごいなって思って、気持ちよさそうだなって思います。だからトンビと、あとモテモテの男の子はあの女の子じゃなくて、あ、ワイプさんありがとうございます。男の子になって、あのすごい、なんだろう、ザモテモテの男の子みたいな、キーっていう男の子になって、あのいろんな可愛い女の子にモテたい。あのそう、自分が男の子になって可愛い女の子にモテたいっていう願望があります。でモテモテのワンちゃんは、やっぱりワンちゃんは可愛いから、こうやってチョンっていて、ちょっとちょっとこうやって人間のところに歩いていったら可愛いねってやってくれるじゃないですか。だからたくさんのあの
人間に可愛がられたいですモテモテのワンちゃんお、ポンポコポンさんありがとうございます。え、彼女にしたい19期は生は、それはもう完全に川ゆいちゃん、川ゆいちゃんは本当に彼女にしたいです。もう昨日もリハーサルしてて、もう踊ってる姿が、一生懸命踊ってるんですけど何かが可愛くて、もう可愛くて笑っちゃうんですよ。可愛すぎて、可愛すぎて、あー可愛いってなっちゃうんですよ。だから本当に自分が男の子だったら可愛いちゃん好きになってます。お、サリちゃんかと思った。いや、サリちゃんも良さというか、仲良くなればなるほど沼にはまるタイプですね、サリちゃんも。なんですけど、サリちゃんはちょっとしっかり してるから、すごく最年少なんですけど、すごいしっかりしてるから、なんかちょっと私が頼りない人になっちゃう彼女にしたらそう、あ、メイメイも、いや、メイメイも彼女にしたいかも。いや、でもメイメイも結構いろいろ気を使ってくれるんですよね。しっかりしてるのはサリなんですけど、なんだろう、しっかりしてるじゃないけど、やっぱお母さんみたいな感じの存在だから、一緒にいたら世話されちゃいそうだから私は可愛いちゃんのお世話をしたいです、彼女にしてそう、種類の違うしっかり、そう、もうサリちゃんはザしっかりさん、可愛いちゃんをキュッてしたいです。で、カイリちゃんは、カイリは天然すぎて心配なのであ、すずさんありがとうございます。かいりちゃんは天然すぎて心配なのと、面白いんですよ常に。だから結構彼女っていうよりかはお友達にしたいタイプです。一緒にいたらすっごい面白い、ずっと一緒に笑ってられるそう、昨日もダンスで練習してて、全員が左に向かってるのに一人だけ右に向かってて、ずっと気づかないんですよ、一人だけこっちに向かってるのに。だから終わった後にこっちじゃないって言いましたそう、でもそんなところがね、かいりちゃんのいいところです。生まれ変わるなら、じゃあ生まれ変わるなら何にしよう、トンビにしとこう、トンビはい、で透明人間になれたら、透明人、え、そう、カイリはバラエティのポテンシャルがありそうって書いてる方いらっしゃったんですけど、本当にそうだと思います。早くバラエティで花を咲かせてほしいです。絶対にバラエティに出たら絶対に面白いと思いますえっと、透明人間になれたら、透明人間になれたらやっぱり美味しいものを食べまくります。美味しいものを好きなだけ食べる、あとはなんだろう、AKB の先輩方の私生活が見たいですこっそりストーカーしたい。小栗ゆいさんとかどんな私生活してるのかなってストーカーしたいなんかもう完璧すぎて、なんか素性がわからないじゃないけど、なんかちょっと危ない人になってる。素性がわからないので、もうキラキラしたアイドル姿しか、その普段あんまりこう
ご一緒する機会がないのもあるんですけど、こうないからちょっと普段どんな感じなのかなって覗きたいです。ダメですけど、ダメですよ。よし、美味しいものを食べる。ちょっとね、建前上美味しいものを食べるって書いておきます。まずは握手会の楽屋で観察。いや、もう握手会の楽屋でもずっと可愛いんですよ。しかもいい匂いだから、なんでなんでなんですか。お、100万円あったら、100万円あったら、なんだろう、自分がお世話になった人とか感謝したい人、ファンの皆さんとか家族とかお友達とか、自分が大好きな人に配り歩く。なんか100万円がいきなり手に入ったら逆になんか欲しいものなくなっちゃいそうだから、普段やっぱりできないことをしたい、みんなに配り歩く。でも100万円ね、100万円ってファンの皆さんとか全員に配り歩いてたらすぐなくなっちゃいそう。配り歩くって書いとこう。配り歩く。お、ベスト3、ベスト3で好きなベスト3書けるところがある。何にしようかな。遊びにしよう。遊びベスト3ナンバーワン、人狼ゲーム。あ、モモスタさんありがとうございます。人狼ゲームご存知ですか？私人狼ゲーム大好きで、自分が人狼になるのが大好きなんです。あ、ケロリンさんありがとうございます。あのオンラインのやつはすごい苦手なんですけど、普通にみんなで話し合うやつ。お、キタロウさん、あ、キタロウさん、クマさんありがとう。え、狼上手ですよ。私すぐバレそうって思うじゃん、思うじゃん。上手ですよ。わかんない、すぐバレるかもだけど。人狼、自分が人狼になるのが好き。なんか大学のお友達と、あのなんだろう、役職を決めずに、これ人狼ゲームってあんまり言わないんですけど、あの紙に人狼の人だけ丸書いて、こうくじ引きみたいにして、例えば5人でやったら5個紙あって1個だけ丸つけて、人狼で引いて見せないで自分だけ見るじゃないですか。で人狼だけわかるっていうので、あの何も情報なく投票とかもなく、ただ5人で探り合うんですよ。え、今のその紙を見た瞬間、あ、こうくん、たまありがとう、嬉しい、ありがとう、パフェ、こうくんありがとう。あの今その紙引いた瞬間、口角上がったから人狼引いたよねってとかって釜かけたりとかして、その例えば5人でやってたりとかして、その5人で話し合うんですよ。何もその投票とか夜が明けましたとかそういうのもなく、ただ5人で話し合う。あ、ケロリンさんありがとう。そう、ただ単に話し合うだけなんですけど、結構難しいというか楽しいんですよ、これが。
でもう何もないところからなんか面白そうな顔してないみたいなこと言ってで騙し合いをして人狼を当てるんです。なんか人狼っぽい顔してるじゃんとか言ってやります。で私得意なんですそれ、ずっとヘラヘラしてるお、そういうの好きならボードゲーム、あ、Cさんありがとうございます。ボードゲーム好きそう。ボードゲーム、あ、オセロとかは妹とちっちゃい時やってました。でもボードゲーム面白い女もう今度19期で人狼ゲームしたいな、しよう。でも5人でその私流の人狼ゲームだったらできるけど、ちゃんとした役職付きの占い師とかそういう役職付きのやつやったら5人で少なすぎてなんか急すぐバレそう人生ゲームやったことある？お、ありますよ。人生ゲーム、富豪になる時もあれば借金をする時もありますあ、ワードウルフ、ワードウルフ面白いですよね。あれ私結構強気で発言するんですよ最初。いやこうだよねとか言ってみんなの反応を伺うんですけど、それでうまくいく時もあれば出だしでもうあなんか違うみたいになる時もあって、どっちかです。最初に失敗するかうまくいくかのどっちかあ、遊び1位人狼、2位は鬼ごっこ鬼ごっこ走り回るのが好きなので、鬼ごっこの鬼やるのが好き、追いかけたい。で3位は大根抜き。大根抜きご存知ですか？あの小学校の時に休み時間にすごいハマってやってた時あったんですけど、お、ともたんさんありがとうございます。で大根抜き、え、知らない？お、やっぱ知らない方いっぱいいる。あのなんかやり方はその地域によってちょっと違うかもしれないんですけど、私がやってたのは横の人と腕をこうやって組むんですよ。こうやってこうやってちょっと説明でき、一人だと難しいけど、こうやって腕を組むんです。でそのままうつ伏せになります。で円形になるんですよ、全員が腕を組んでうつ伏せになって。でそれを大根抜く人、鬼っていうのかな、が足を掴んで引っ張るんです。大根抜きだから。あ、ワイプさんありがとうございます。引っ張って、で大根の人は腕を組んでそれが離れないように頑張る。で鬼というか農家の人というか引っ張る人は一生懸命引っ張る。だからもうそれは力比べあ、プロミスザスターさんありがとうございます。あのもう頭を使うというか、もうこれは力比べなんですけど、引っ張る人が勝つかこれで耐えるかっていう感じなんですけど、もうそれが大好きすぎてちっちゃい頃ずっとやってました。今でも好き、今でもやりたいんですけど、やっぱそのね、寝転がってわーってやってるから、あ、えいちゃんありがとうございます。わーってやってるから結構なんだろう、子供っぽい遊びではあるんですねだからなかなかやろうって言い出せないんですよお、ひきごろうさん、ひさごろうさんこんにちは。お、残り10分です。あ、ありがとうございます、教えてくださって。残り10分、はい、じゃあ、お、思いつく人の名前を書いてね。かわいい人、
可愛い人はマホピョンさん、マホピョンさん優しい人、優しい人、みんな優しいよ、どうしよう、優しい人、秋山優奈さんにしよう。秋山さん、皆さんで優しいんですけど、秋山さんはよくダンスを教えていただいて結構お世話になっています。なので秋山さんいつも優しく教えてくださるし、なんか井戸もちゃんツボなんだよねって言ってよく私のこと笑ってくださるからすごい嬉しいんですよ。はい、賢い人、賢い人はサリちゃんって言おうとしたけど、新井さんも頭いいからどっちも書いとこう。あとサリーちゃん、はい、面白い人、面白い人、カイリカイリちゃん、あとは工藤さんとか、工藤さんも面白いです。いや、まほぴょんさんはもう面白いんです、もちろんめちゃめちゃ面白いんですけど、可愛い人に書いちゃったから。あ、山口さんも面白い。工藤さんはいつも一日一回は笑わせてくださいます。お、プロミスザスターさんありがとうございます。あと誰だろう、面白い人。あ、北郎さんありがとうございます。あ、久保ひなのさんも面白いです。いつもてへって、いつもてへってしてます。あ、ワイプさんありがとうございます。あとはあと最近目覚めたのが橋本恵理子さんと。全然お話しする機会なかったんですけど、この前その17期さんとマシンガントークしているところを見かけてすごい面白くて、もっと仲良くなりたいなって思いました。絶対に面白い、面白くお話できるだろうなって思いました。やっぱり新メンバー挨拶回りでご一緒する先輩方がやっぱ多いんですけど。お、あと5分になっちゃったって感じですかね。こんな感じでちゃんと書きましたよ。ほら、遊びベスト3もちゃんと書いたし、これも書いたし、プロフィールもほらちゃんと書いたし、このね、基本のことも書いたし、私のお気に入りも書いた。似顔絵だけ別の人が書いたの。私ですよ。よし、ちょっと終わ
わっちゃう、終わっちゃうから、そろそろ終わりにしようかな。どこかに載せてね。お、みんみんさんありがとうございます。恥ずかしいですよ。載せる、どうしよう、どうしようかな。お、じゃあちょっと4分前になってしまったので、皆さんありがとうございます。お、残念野郎さんありがとうございます。ランキングを読ませていただきます。はい、じゃあ13位から。第13位、プロミスザスターさんありがとうございます。はい、では第12位、たくさん、たくさんいつもありがとうございます。はい、では第11位、 C さん、 C さん、やっほー、ありがとうございます。はい、では第10位、10位はバディさん、バディさんありがとうございます。はい、では第9位、えいちゃんさん、えいちゃんさんありがとうございます。はい、では第第8位、ももすたさん、ももすたさんありがとうございます。はい、では第7位、ケロリーさん、ケロケロケロピダありがとうございます。はい、では第6位、ワイプさん、ワイプさんありがとうございます。はい、では第5位、ザナトさん、ザナトさんいつもありがとうございます。パチパチ。はい、では第4位、ぶっちゃん、ぶっちゃんありがとう、ありがとうございます。はい、では第3位、かずゆきさん、かずゆきさんありがとうございます。パチ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 。はい、第2位、こうくん、こうくんありがとうございます。パチパチパチ。はい、では第1位、チリリリリッチーン、きたろうさん、きたろうさんありがとうございます。なんかアバター変わったねまた癖強になってる。はい、ありがとうございます。皆さん2位になることができました。嬉しい。次の配信は何時だったかな、 4時半から5時までの30分だけなんですけど、30分だけやらせていただきます。次はダンス踊れたらいいなって、なんかカラオケ配信のカラオケのやつで踊ることになっちゃうか、あとは無音で踊るかになっちゃうんですけど、あのダンス踊れたらいいなって思ってます。30分だけなんですけど。はい、じゃあ皆さん、2位にしてくださってありがとうございました。楽しかったです。じゃあレッスン頑張ってきます。バイバーイ、またね、ありがとうございました。